さあ始まりましたちょっと疲れてますけども、はい、すでに暑い暑いのよ、すごいのよ。何度ですか？34度らしいよ。やばい、ね、今現在もう私たち軽いちょっとサウナ状態だよね。気分なんです。なんかその低温サウナ気分だよね、うん、まあそんな暑い気温なんですけれども、はい、もうすでにね、なんかスタッフさんから機種をなんかこれ打ってって言われたんですけど、はい、何ですか？はい、寝台リングです急に振ったから、そう、ちゃんともさ、あの正式名称ちょっと覚えていてないから今そう、あの初打ちなんですよ私たち。あの最新台の導入されたばっかりなんで、うん、ちょっと打ててなくて、はい、初打ちなんですけれども、はい、スタッフさんおすすめの最強に怖いっていうなんかシリーズで、そうね、こうすごい怖いらしいんですよ、うん、今回受話器がついててね、どうなるのか私たちもわかんないんですけど、うん、この暑いのを吹っ飛ばすような寒い体験をして、寒いそうだね、クールダウンできたらなと思っております。はい、で今回はなんとうちらいつもゆるく乗り打ちしてるんですけれども、うんうんうん、対決ということで、うん、どんな対決かと言いますと、はい、リングならでは、はい、ビビったらビビるごとに125玉減ってきます。結構多いよね。500円分だよ。だから125玉か。そうで最終的に、はい、そのビビった回数で、まあ、減っていく玉、うん、を加味した定まで、で勝負。なるほど。でより定まが、まあ、少なかった方が負けなんですけど、はい、今回負けた方に勝負だから罰ゲームがあるらしい。やだ、罰ゲームとかそういうのやりたくないんですけど。テンション下がる。ご褒美がいいです。勝った方には何もないんですか？ほら出たな。やらせるだけやらしといてってやつね。でも2になってから初だね。そうだよね、罰ゲームとかね。そうそう。でその罰ゲームがさ、はい、なんと次回撮影時にコスプレ。やだ、一人コスプレ。ごめん暑いからさ。暑いからついついね。一人コスプレよ。一人コスプレね。二人でやるならまだしもさ、まだいいけど、まあ、罰ゲームだからさ、うん、一人で何のコスプレさせられるかわかんないんですけど、はい、何ですかね。なんだろうね。でも恥ずかしいやつだよ絶対。だって罰ゲームになんないもんね、普通のやつだと。そうありきたりじゃだから。水着は嫌だから、あ、でももうやってるから余裕ですよね言わないで水着の可能性があるってよ、ほら。まあ、じゃあ次はやっぱビキニでね。ビキニで。やだよ、ガウン羽織っていいよ。ガウン羽自分もやるかもしれないで、負けたらね、ほら来てもらいたい。まあ、リングだから今回打つのがリングにちなんでいるのかわかんないんですけど。そう、たくさんビビるならたくさん出せと。そう、出せばいいんですよ。ビビっても出せばいいから、結局定ま勝負なんで、うん、暑いからもう。そうだね、やろ、うん、涼しいとこに入りましょう。よりリングで涼しくなっていきたいと思います。頑張ります。じゃあ行ってきます。涼しい、最高。あー涼しい。ねえ、どこですか？すいません、リングってどこにありますか？あ、これ。あ、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。あった。ありがとうございます。よし、完全初見なんだけど。私も肩にしよう、ここにする。はい、てなわけで、はい、今回は寝台のリング、うん、バースデー呪いの始まり、はい、呪いが始まっちゃう。夏だしいいよね。どっちがよりビビリなのかを今日決めたいと思います。はい、はい、了解です。でもなるべくビビんないように、はい、頑張ります。はい、打ちましょうか。はい、じゃあうちはちょっと今日初打ちだから。そうその辺もなんか、うん、ビビリタイミングも本当に分かんないから、はい、全然関係ないところでビビっちゃうかもしれないねリアルなところでね、うん、一応反応できるかなと思うんで、はい、じゃあ早速行きましょうか。頑張っていきましょう。はい。おー、ちょっと本当筐体すら初めて見たの、ね、私。これ受話器があるんだってね。なんかそう、あ、外れないんだね。誰かほら持ってかれちゃったら困るから。確かにそうだねそうだね。私の電話番号板電来るよ。
押せないんだ。本当に来ない、ね、押せないんだ。何もないんだ。仕掛けはないんだね。え、何もないんだね。え、それはちょっと寂しい。これ何なの、保留。あ、保留ってあれか、うん、あれか、うん、ちょっと待ってくださいね。パチンコの保留じゃないのか。なわけないでしょ。で、朝一の設定変更して、あ、ボタンガックンする。あ、私しなかったです。私もしてない。もし2種類あって、うん、振動が、まあ、藤昌司さん結構設定つきそうなんですけど、振動がボタンがこうブルッブルッみたいな、うんうん、ちっちゃいやつだと、まあ、電源のオンオフなんですけど、はい、すごいもっとガックンすると設定が変更されてる。じゃあ分かりやすいほどに揺れるんだね、ガクンって。今回は2人とも何もなし。なし。一応私ね、昨日、まあどうなのかな、初当たりが軽いかと言われたらそんなことはないんですけど、結構設定値とね、6の差があるからね、うん、そう。ちょっとね、今回設定付きなんですけどもね、6段階の設定付きです、はい。でスペックが、大当たり確率が設定1で約319分の1、はい、設定6だと約199分の1で、もう全然、大当たり確率がもう全然違う、かなり台になってます。差がありますけど。そうなんです。で1種2種混合タイプで、はい、まあ、ゲーム性はもう、まあ、皆さん一番分かりやすい方で言うと、もうシンフォギアみたいな感じのゲーム性で、もう 0.5% の時短90回は、まあ、本当に引けたらラッキーだけど、14.5% の時短7回、まあ、だから保留合わせたら11回、それ引けたら結構でかいよね、うん。しかもね、 14.5% あったら結構引けるんじゃないかな、ね。うん、なんか BGM が怖い。怖い。本当だ。BGM が今までで一番怖いじゃない。なんかね、そうだね。怖い。あ、レイコさんがいる。5番のキャラに。同じレイコさんだ。一応猫予告出現率。あ、確かに。あ、はい。猫登場と猫が鳴くっていうのがあって、鳴くが多い場合は偶数資産。登場率はそんな差はないけど、泣くか泣かないかは、いやでも泣く確率が高いね。ね、偶数の方が泣く。あとおみくじ演出、待ち人来るが偶数設定資産、商売繁盛が高設定資産、末吉が設定2以上濃厚、小吉が設定3以上濃厚、中吉が設定4以上濃厚で、大吉が設定5以上濃厚、超大吉プレ、ね、レインボーのやつが設定6濃厚。結構すべて期待度高いな。なんか通常時の注目演出、5大演出も最強の生誕リーチが 70%、 貞子登場予告が、まあ、これがちょっと 37% で弱めだけど、期待はしない方がいいけど、低落下で 65% でしょ。恐怖の電話 68%、 終焉の時リーチが終焉の時割 50%。 なるほどね。これがボタンじゃなくて、やっぱりこの受話器の右についてる電話を取れ、熱いんだ。でも歴代シリーズ最大サイズらしい。ああ、そういえばなる、震える、取れるって言うから取れるって、取れるって、取れる、取れる、嬉しい。でも確かにあの電話が鳴るっていうのがね、怖かったもんね。なんか不気味だよね。流行らなかった、なんか公衆電話でなんか番号を押すと向こうから電話かかってくるみたいな。その当時、うん、学校でみんなやってたよ。学校にある公衆電話で何につながるのか分かんないんだけど、私そういうの怖くてできないタイプで、いつも見てるだけだったんだけど、そうそう、なんかそういう電話番号があって、そこかけると折り返しで電話かかってくる。あ、でもなんかあったかもしれない。私そういうの積極的にやるタイプ。嘘、めっちゃそういうの、学校の階段とかめっちゃ好きなタイプ。私は無理。保留がこれ静子かな。静子でいいよね。静子だと 20% もなかったんだよ確か。何保留、静子若返った。静子結構いいよ、 18% ぐらいあるよね。スーパーには行くのかな。
あ、すごい、受眼、受眼フィルター。あ、何？指差し男。もう私も保留が変わりました。あ、トモコとマサミだ。実写か。赤。ちょっと実写じゃない方がいいな。これ私は実写じゃない方がいいな。何保留なんだろうこれは。しずこ。あ、しずこだ、しずこ。あ、電話電話電話煽ってるよ。いいな、私も撮りたいよ。すごいな。あ、同じリーチじゃない、静けさに潜む影。ただ通常タイトル。すごい、これ弱形ですもんね。発展に期待みたいな。そう、ね、何ダメか。え、何、あー、なんかブルブルしたボタン。確か真っ赤。あー、デンジャー保留なんだけど。え、デンジャー保留はめちゃくちゃ熱いでしょ。そうだね。あ、88% だって。やば、外したくないよ。え、やめて、森の中はやめて。あー、デジャブパニック。お、4、羨ましい。デンジャー、ちゃん呪っちゃうよ。見るな、だって。本当だ。おうおう。あ、継続。すごい役物動くんだな。あ、また？おお、竹さん。おお。いいね。なんか注目演出いくんじゃないの。これは当てたい。さあ、ここで。え、嘘でしょ。え、嘘でしょ。え、嘘でしょ。違う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 今のは何でもなるよ。今のはちょっと何の台でもいい。入りました、今のマイナス125玉。びっくりします、当たりました。早いじゃん、すごいじゃん。47回転ね。やった、呪った。すごいよ。まあ、デンジャーフルだからね。そうだよね。さすが驚かしてくるね、あそこで当たらないで。さあ、赤プルからのきっと来る。呪いの連鎖、大当たりだと時短が多いんですけど。夏目に続く。さあ、カップルのキットクルでゲジさん。普通の大当たりかな。ああ、多分時短一回の大当たりかな。はい、で、渡りました。当たってからが勝負ですよ。私はギジさんからの発展、女優 SP。 あー、恐怖度 2.5。 すごい、本当に。
ここから発展しなきゃダメだよね多分。あやっぱしダメか。デジャブパニック女子高生に呪いを連発することができれば呪いの連鎖突入。ここで当てたい。溜まってってるね。溜まったね。初めてなんでね。でここで8分の 1?8.4 分の1 で5回チャンスがあるんで。はい。ここはダメ。呪われた女子高生、怯える女子高生に呪いを伝播せよ。怯える女子高生って言い方がいいよ。これさ、キャラによってさ、期待度あるわけでしょ。なんかね、でも手形はないんだよ。あ、ないんだ。ボタンは普通です。ダメだ。これかな。あ、でも赤文字、赤字だね、そうだね。なんか、名前が出た時に赤くなればチャンスアップ。それか、まさみともこが、まさみね、ゆいまさみともこ、あとはデジャブか、あとは電話を取るパターン。今んとこでも何にもないね。あー普通だ、行きます。もう怖いよ。なんか隣で見てるだけでもちょっと。ダメだった子だ。怯える女子高生に呪いを伝播せよ。これ何見てるんだろうね。ね。サダちゃんが来てるのかな。サダちゃんが来てるんだよ。迫ってきてるんだよ。え、全然チャンスアップない。行きます。わー、次ラストだ。誰だろう。呪われた女子高生。うわあ。怯える女子高生に呪いを伝播せよ。ノーチャンスアップなんだけど、ラストいきます。ダメだった。うわー寂しい。そうだね、入れたかったね。でもあの結構玉はねもらえますよ。あ、本当、700個。あ、結構もらえてる。でも今日バトルだからさ、なんかいつもだったらね当たってよかったみたいなやれるけど、だって罰ゲームがあるから。やだよ、何のコスプレさせられるか分かんないけど。やだよ。やだよね。しかも2人でやるならまだしも、1人だけさ、そうだよ、コスプレでさ、1人は普通なわけでしょ。どうしても避けたいから私は出したい。やっぱりな、こういうの
ターのコスプレってもう結構大概なのよこされるじゃないですか。レコターってコスプレとかってなんかあんまり罰ゲームとかでもしてるイメージないんだけど、あれぐらい AKB のコスプレさせられたぐらいかな、制服の。でもすごい昔だよ。私もすごい昔にやった、5、6年ぐらい前に。でもちょっとセーラー服系はちょっとね、なんか普通にもうきついですね。まあやったけど、何回かやったことあるけど。私なんならセーラー服とあと自分の高校の時のブレザー何回か着てるから。あー、前言ってたね、そういえば。結構私やってるから。君は大丈夫よ。いやいや、いや、もうさすがにきついよ。ツインテールも OK だし。きついでしょ、無理無理。でも逆に喜んでくれる人がいればいいけどね、それをね。もう移動するだったらもう前向きに行こう。もしさ、そうだね、そうそう、もうここは恥ずかしがったら一部の方がもしかしたらすごい燃えてくれてるかもしれないから。確かに確かに、そうね。逆にこれだけやりたくないみたいなのある、コスプレ。やっぱり押し付けは嫌かな。嫌だね、嫌だね、押し付け嫌だね、私も嫌だ。全身タイツとか絶対嫌だ。あー、もうマジで、あのキャッツアイみたいなやつとかね。そう、絶対嫌だ。確かに藤子のコスプレしろってやったらちょっと嫌だな。藤子？藤子ちゃんの。藤子ちゃんとかはだって慣れないよ。あんなに、あんなに、あんな体じゃないしね。ああいう体だったらね、なんぼでも見せるよね。出しちゃうかもしれないけど。でもとりあえず出さないと。だって今って、もしこれ出玉なくなったら125マイナスで。夏美さんの負けですか。なんで私さっきビビったことになってるんですか。なってますよ、もう私は目も合いました。なんでなってんの。だって夜ビビってたからじゃない。すごいビビってた。大当たりして喜んだだけですよ。でもそこ難しいとこだよね。だって普通の台でもびっくりするでしょ。だからわーじゃなくて、いや、よしって言わなきゃダメだった。その瞬間によしって言ったし、よしだったし。全然よし言ってないから。全然わーって言ってたよ。あれはひどいよ、あの当たり方。でもやっぱ一回当たらなくて、そのね、復活パターンをさせるっていうところがまたずるいよね。結構多いからね、リーグ。ね、そうだね。お、きっと来るの予兆、赤字だけど。すごい、ジュガーン赤で、あ、落下。え、なんか落下って書いてあるね。手が落下ってこと。え、そう、手落下しちゃう。え、やめてよ、そんな。何保留になるんだろう、これ。保留変化にはないね。え、落下ね。でも強パターン。レコタンの台が見えない。見えないよね。え、今疑似何回、疑似3か。あ、レイコさんでリーチになりました。赤行くかな。 あ、行かないんだ。え、手が落下するっていう保留ですよね、あれね。え、落下しちゃうの。すると思うよ。本当に。でもやっぱり恐怖度 2.5 だけど、こっから発展するときに落ちるのかな。お、すごい。来てる、めっちゃ当たってる。レインボーじゃない。何これ。え、こういう当たり方、めっちゃ風がすごい。ラッキー、来た来た来た。やっぱりここで当たりましたよ。え、あれこれ何、落下って書い
だって当たり捕虜なのかなってこと。え？ちょっとビビってよ。こんな感じで当たっちゃ。いや、待って待って待って。なんで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 。え、待って、2になってんだけど、どうして？1週間以内。ちょっとこれはちょっと審議じゃない。おお。おちょこい、おちょこい、来てる、めっちゃ当たってる。なんで、なに、なこちゃん250玉消失しました。 14.5% 引いてないかな。引いたかな、引いたかな。おおー、なんだよ。嘘でしょ。 0.5% じゃない。嘘だ嘘だ、だって7回から引けるか。え、嘘だ嘘でしょ。呪いの連鎖で、待って、ほら呪いの、あ、まあ、7かな。とりあえず7は確定だよ、時短7は。あ、やばい、早く打ちすぎた。ちょっとー、イエーイ、いい当たりが。やったーやったいやいや、待ってくれや、待ってくれや、9時間のうちで増えてってるわちょっとこれ、あれだね、スタッフさん審議じゃなくて、判断じゃなくて、夏美さん判断にしたら、私判断だったらもう5行ってるよ。あ、そうでしょ行ってる行ってるそこの判断が難しいね。あ、商売繁盛っていうあれが出ました。呪縛輪廻、あの、おみくじ商売繁盛、これも設定してありますからね。で、こっから、あ、やっぱ入ってるよ。どういう状況だあ、やっぱ入ってるよこれ。だって呪いの連鎖で、ちょっと待って、やって、やばい、連鎖っぽじゃなくてへそかもしんない。それじゃ90なのそれ。あ、へそとか関係ないか、これ ST じゃないもんね。あれ、なんでカウントダウンがめっちゃ進んでく。あ、でもこれじゃないね。あ、でもこれだったよね。今何回目、3、4、これなってる。あれ違うね。追いつかない。これだ。ああ。え、女子高生モードでいこうか。女子高生モード。今、1、2、3、4。さ、私7と5回。7回のやつが選ばれたのか。7回で4回で11回だ。まず演出が同じなのか。その何なのか分かんない。90回だと特殊なのか、それと90でも7回でもこれなのか。あー、そうだね。でも回数が、この感じだとなんか90回はなんか専用のありそうな、うん、そうだね。これ回数がでも11回だと思うんだよね。あ、これ残りじゃない。そうそう、4で、だから、マドカマギカみたいな感じじゃない、これ。今あと4回、あと4回ですよ。何も起きない。とりあえず時短7回が終わってしまいそう。あ、リーチになりましたよ。最後のあがきが保留の演出か。そう、残り保留。排気現象が起これば起こる。ここまで来ないとさ、もう恋人ぐらいしか見えないんだけど。いるよね、たまにそういうカップルね。どうなるんだろう。監視カメラ、ない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 、どうなの、どうなの。あ、
った、うん、とりあえず引けましたね。 8.4 分の1をここで OK やった。もうここからは全て10ラウンド。よし、なんとか、まあ、時短が多かったんでね、ちょっと決めなかったらもったいなかったけど、大丈夫、無事決めましたということで、いきまーす。約1300玉の出玉となります。いいなー、これ続けばかなりかなり、もう満発狙えますよ。だって79パーループだから、トータルで平均ね、期待度を、期待値6000発、やっぱり10ラウンドってでかいな。この子か、違う、この子じゃない、あ、だよね、だよね、あ、ゆいか、来い、ボタン、違うやつ来い、あ、普通だ、行きます、頼む、あ、あった、やった、すごい、風が、よかったね、びっくりしてない、してない、もうすごい言っちゃってるんじゃない、びっくり、落ちないのかい、イエーイ、えぇーないね。ちょっと待って、今の時間は、そう、ちょっと待って、何なのマジで、ちょっと今のはずるいわ、今のはずるい、待って、今、ちょっと待ってよ、今のは、あー、気持ちいい風が来る変態だよね、今の、なんか蒸気持って気持ちいいって。ねえ、それって何？聞きたい？いや、別に。あのね、動画や漫画見放題、来店情報も一躍チェック、取材情報も盛りだくさん、使いやすい、わかった？てかそれ何？ジャンバリ新着アプリ